皆様こんばんは、カズラジでございます。今夜もご視聴本当にありがとうございます。江坂のスタジオ、教室から喋っております。はい、もう授業終わってレッスン終わってみんな生徒の皆さんはお帰りになりました。そこにお前居残りでこれを、収録しております。しばらくの間お付き合いください。カズラジでございます。3月の25日の月曜日でございます。関西は今日は、一日中こうどんよりとした感じで、明け方まで雨が降ってました。午前中雨上がったんだけども、その後もね、もうなんかすっきりしないお天気で、霧雨のような雨も降っておりましたね。今どうなんだろうか。今もう10時過ぎなんだけども、夜もね、はい、明日また雨だそうですよ。困ったもんです関西は。さて、ヤマッチョさん、カズラジありがとうございます。こちらこそご視聴ありがとうございます。私が少年時代に持っていたラジオはごくごく普通のものでして、チューニングに大変苦労しました。よく聞こえるようにアンテナの向きをぐるぐる回してみたり、はたまた本体を持って部屋中を歩いてみたり、果ては洗濯竿とアンテナを針金でつないで母親に邪魔やと破壊された思い出がよみがえりました。まあまあ辛い思い出だよね。ラジオのアンテナ、ロッドアンテナ、こう伸ばすアンテナと、あとこれはFM とか短波放送、超短波の、FM とかね、普通の短波放送を聞く際にはこのロッドアンテナを伸ばして、受信するんですけども、いわゆる中波、AM ラジオは、指向性の電波なんで、ラジオの向きを変えればよかったのね。そうなんですよ。だからAM ラジオはあまりこの伸ばすアンテナは関係ないんだ、あんまりね。むしろこうラジオの向きを変えることによって、その指向性が強い電波だったんで、だからね、僕の持ってる上等な、パナソニックのクーガ7っていうやつはジャイロアンテナっていうのがついていて、ボタン一つでポンとね、アンテナが飛び出すの。それはどんなタケコプターのような地面に水平なアンテナで、それをこう回すことによって指向性をもたらしてアンテナ、それは中波でそれを聞いていた。で、海外の短波放送なんかはもうロッドアンテナなんです。でそれこそ山地さんおっしゃるように、これ針金でね、長く水平の、針金をすることによって電波を拾いやすくなるというのがあるんだよ、本当にね。ありましたわ。僕も針金というか、そのなんていうの、金属線、導線あるじゃないか、懐中電灯じゃないや、豆電球についてる、線をつな、いで窓から、2階の窓から僕の部屋から垂らしていて聞いていたこともありました。いろんなことやりましたね、昔はね。もうね、いつの日か、カズラジのベリカードが送られてくるのを楽しみに受信報告書を送り続けます。待ってるよ。ベリカード送れないけども、ベリカードないんだけども、ベリカードの代わりに、もしどっかで会えばオリフォーステッカーを差し上げます。ベリカードっていうのはね、受信報告書を送ったら確かにうちの放送を聞いてくださいましたっていうので、カードをくれるんだよね、受信証明書っていうやつをね。で僕もその、結構持ってましたよ。ラジオオーストラリアでしょ、でバチカン放送ね、 BBC ラジオ、これイギリスですね、アメリカ、これはアンデスの声が南アね、これエクアドルから来るやつですよ、アンデスの声。これがなかなか視聴できなかったんだ。あと簡単に聞けるモスクワ放送とか北京放送とかね、あと大韓民国の KBC とかは聞きやすいんだよね。あったな、懐かしいなと思いました。はい、西ドイツのね、から送られてくるやつもね、なかなか受信できなかったね。バチカンも難しかったよ。そんなベリーカード持ってましたけどね、今どこに行ったっていうか、もうありません、僕には。はい、ありがとうございます。またマニアックな話でごめんね。はい、僕のラジオ、上等のラジオだったんで、いろんなやつ聞けたんですよね。琉球のりたちさんですが、昨日は出陣式トークショーありがとうございましたということ、ビーズ TV で視聴できました。以前からグラウンドレベルでは会話が聞こえないとおっしゃっていましたが、昨日はお前さんが移動されて選手の近くまで行かれてお話しされていたので会話がスムーズでした。よかったね。あれ僕も行かないと聞こえないんだよ。
選手も僕の言ってること聞きづらいけども、あの、まあ、僕の声はまだはっきりと喋る方だから聞こえやすいけども、選手のボソボソといった声はまず聞こえないのね。だからもう近くに行って生声で聞こうと思って近くに寄って行きました、昨年の出陣式トークショーの日は関西に戻ってきてすぐのタイミングで現地観戦しておりました、それからもう1年になるんだなと思います。この1年いろんなことがありましたが、また新年度楽しみながら頑張っていけたらいいなと思っておりますということで、またよろしくお願いします。もうね、また、ちょうど受験の、ね、シーズンも終わって、もう合格発表も終わってということでね、塾の先生大変だったと思いますけども、この冬はね、また新たな年度に向かって頑張ってください。ありがとうございます。それから緑 NJ さん、ラジオのダイヤルやテレビのチャンネルを回す世代の緑 NJ です、ある時にピアノタッチになったんでね、このあのチャンネル回すのがチャンネルを押す時代になってきて、でそれがやがてリモコンで行くようになった。今だってリモコンだもんね、ほとんどね。ダイヤルもないしね、ボタンで押すチャンネルの、選曲ボタンもないしね。小学4年生の時に父からやや古そうなラジカセをもらってからは、私もダイヤルを回してかすかに聞こえる韓国語や中国語の放送を探すのが好きでした。あの中波で混じって入ってくるんだよね、近いからね、今日は少し気温が上がって体の緊張もほぐれた感じがしますということ。どうしても寒いとこわばってしまいますからね、肩が縮こまって肩凝るんだけども、はい、ありがとうございます。ラジオね、ラジオってでも今でも僕は好きなんだけど、だからこうやってカズラジオやってんだけどね。それからですね、佐賀のりさんですが、3日連続でしとしと雨が降っている九州地方ですということ、カーラジオを聞いていると、今日は甲子園で、高校野球が開催されましたが、うっすらと雨が降っていたようで。そうなんですよ、今日無理やりやりましたけどもね、選手応援の関係者だけではなく阪神園芸の方もグラウンド整備が大変だったと思います。そうですね、本当にね、そうなんですよね、お便りを読んでいただきありがとうございます。カズラジバージョンは媒体は動画配信サービスを利用していますが、内容はラジオですし、大前さんの落ち着いた語り口が心地よく安心します。毎日10分ちょっとの番組ですがありがたいです。本当ありがとうね、皆さんそうやって言ってくださって、聞いてくださってる方がいるから少ないけど、やってるわけでありますけどもね、年を重ねていくために感じますが、テレビなどから聞こえてくるにぎやかさや華やかさを演出するための関係者、出演者のやたら大きな声やスタッフが発するイエイやヒューという音が苦手になっております。まあ、あれも効果音なんだろうね、盛り上がってますよっていうのをね、ラジオって本当視覚の部分がないんで、本当もう話術、耳だけの情報だけでいかに皆さんでいろんな話題の交換できるかという媒体なんでね、はい、ラジオって本当素敵だと思います。素朴なんだけども、でも逆に言うとその喋り手なんかの技量が試されるっていうこともあるし、聞いてる皆さんのこの集中力とかっていうところもね、結構ながらなんだけども、どっかで耳に残る、残しておかないといけないんでね、送り手も聞き手も結構労力がいる媒体なのかもしれませんけど、僕は楽しいと思いますね。それから、これは、これは山岸健翔さん、ハンドルネームは北の浜暮らし、北海道出身で横浜在住なのでということで、いらっしゃいません、ナショナルの、商品の話をしておりましたが、久々に、ナショナルの名前を聞いたなと思いました。2008年に松下電器産業からパナソニック株式会社に社名変更したのを機に、このナショナルブランドがパナソニックブランドに変わったので、今の小学生はナショナルの名前を知らない子どもたちも多いだろうなと感じました。今はパナソニック株式会社というよりもホールディングスだからね、パナソニックはね。そうだよね、でもね、僕のその中学校の時に持っていたあのラジオにはそのナショナルのロゴも入っていたんだけど、ちゃんとパナソニックっていうのも入ってたんだよ。
そうで、ナショナルノークのオーディオのブランドテクニクスっていうね、そうなんですよね。だからうちはもう全部基本あの、松下産業電気産業 の、 あの商品ばかり、ほぼうちの商品がそうでしたので、はい、あのテレビもそうだし、パナカラーですね、昔パナカラー。だからあの頃あの各電その電化え電気メーカー の、 あのカラーテレビの名前がついているんです。日立は木戸カラーで、ナショナルはパナカラー、東芝はユニカラー、そういう名前が商品についていました。これ分かるの山内さんぐらいかなと思うんだけどもね、そんな感じでございますね。だから僕のラジオにはパナソニックのロゴが入ってました、当時中学生の時から。で、オーディオにはもうテクニクスですよ。今もテクニクスってあるもんね、オーディオのブランド名だもんね、パナソニックのね。というわけで、まあでもあの頃は、ナショナルなんたら劇場っていうね、明るいナショナル、明るいナショナルという、そういう歌があった、ね、ありがとうございます。日立はこの日何の日気になる日でしょ。で、東芝は光る光る東芝でしょ。ちょっと音程外れましたけど、そんな感じでございます。ちょっとこの BG かかってるんで、ちょっと音取るのは難しいんですけど、そんな感じでございました。ありがとうございます。というわけで、今夜もしばらく短い時間ではありましたが、この江坂の教室から喋、らせてもらいました。これ収録して帰ります。もう夜中です。今回も最後までご視聴本当にありがとうございました。カズラジでした。